動画配信サービス、ネットフリックスで独占配信中の極悪女王。主人公のダンプ松本役のユリアン・レトリーバー、クラッシュギャルズの長与千草役の唐田エリカ、ライオネス・アスカ役のゴーリキ・アヤメにインタビューした。動画、衝撃のプロレスシーン初公開、極悪女王、本予告。80年代、空前の女子プロレスブームの中で誕生した、最強ヒール、 ダンプ松本を中心に、実在のプロレスラーや出来事を元にした物語。文字通り体当たりでそれぞれの役に挑んできた3人が見つけた宝物とは撮影までの準備、増量やトレーニングが話題になっていますね。ユリアン、私は2020年の秋にオーディションがあり、撮影開始が2022年7月だったので、約2年かけて準備しました。トレーナーの先生のもとで、 まず筋肉をつけて、それから脂肪をつけて体を大きくしていきました。一度減量した後だったこともあって、人生で初めて食べるのってこんなにしんどいの。と思いました。その食事も栄養バランスを考えてくださっていたので、オーディション前と比べて約40キロ増やして撮影に臨みましたが、撮影が終わってから無理なく体重を落とすことができて、今、30キロちょっと減量して、 ほとんど元に戻りました。撮影までの準備で言うと、ダンプさんの本を読んだり、当時の映像を見たり、ダンプさんの曲を聴いたりして、自分とダンプさんを重ね合わせるイメージトレーニングをしていた時間がすごくいい思い出になっています。暴力、私はご飯を食べることは好きなのですが、量を食べることができなくて、最初はロケ弁1個も食べきれないほどでした。でも、栄養管理士さんの指導と、 スタッフの皆さんの応援や家族の支えもあって、結果的に10キロ増量しました。バランスの良い食事の大切さを、身をもって知ることができ、良い経験になったと思います。体、私も増量は大変でしたが、それ以上にプロレスのトレーニングで苦労しました。最初は体育の授業のような基礎的な練習から始まりましたが、でんぐり返しもうまくできず、 ゴーリキさんはダンスが得意なだけあって、すぐに動きを覚えられるけど、私は蹴り技一つ覚えるにも時間がかかってしまって、悔しい思いをたくさんしていました。長代さんはカリスマ性のあるレスラーだったので、その再現が一番難しかったです。ユリアン、最初の頃は、いやー、とかよく叫んでいたけど、いつの間にかそれもなくなって、気づいたらむっちゃ強くなっていた。ゴーリキ、 その辺も長与さんご本人と似ているな、と思っていました。マイナス80年代の日本、当時のカルチャーの再現度の高さも見どころですね。ユリアン、1980年代のことは生まれる前、1990年11月1日生まれ、のことなので、当然知らないのですがこれ、実家にあったな、とか、これはおばあちゃんの家にあったと思うものがたくさんありました。 部屋の中にあるもの一つ一つが面白くて、日本中から送られてくる嫌がらせの手紙も、一枚一枚ちゃんと書いてあって、すごいなって思うことばかりでした。プロレスの試合会場に行ったこともなかったし、テレビで見ていたわけでもないけれど、タイムスリップした感じとはこういうことか、と思いました。ダンプさんや長代さん、も、当時と全く一緒だ、と言って驚いていました。 長与千草さはプロレススーパーバイザーとして、準備期間から俳優たちの肉体改造の指導、プロレスシーンの構成などを担当した、暴力、全女、全日本女子プロレス工業の道場やバスも当時のものとそっくりそのまんまだったらしく、長与さんが懐かしいと感激していました。体、衣装も全部ご本人が着ていらしたものを再現しているんです。普段着の T シャツも、 ワイキキ、ワイキキ、とか、ハワイ、ハワイ、とか書いてあるものが多くて、そういう時代だったのかなって。色合いやデザインが可愛いなと思いました。ゴ力、当時の服って、色鮮やかで可愛いいですよね。ユリアン、最初はみんなお金がないから、めっちゃ着古した T シャツを着ているんですが、人気が出て、売れていくにつれて、お金持ちになって、 金のネックレスやブレスレットを身につけるようになっていく。そういう変化も楽しかったです。体、私は穴が開いた T シャツを着ていたことがあって、それを私服と勘違いされたことがあったんですよ。わら。暴力、ライオネスアスカさんは、大きめの黒縁立てメガネをかけたり、デニムベストにデニムパンツを合わせたデニムオンデニムを着こなしたり、とてもおしゃれでかわいいな、と思っていました。 ユリアン、先輩方の私服もシュッとしていて、めっちゃオシャレ。当時の写真をお持ちの方は引っ張り出して、見比べて欲しいです。当時を知らない世代が見てもビジュアル的に楽しめると思います。暴力、80年代ファッションが再燃して、今の私たちにも身近に感じられるというか、参考にしてもらえたら嬉しいです。